パーサジェネレータは公文解析器を作成するプログラムである。プログラミング言語のコンパイラの開発には技術と手間とを要する。それを支援するために言語の公文などの定義からコンパイラを生成するコンパイラジェネレータが研究された。その過程で入力を処理する公文解析器を自動生成するプログラムが開発され、広く実用に供されるようになった。これが パーサジェネレータである。伝統的には1970年代から開発されているヤックが有名である。名前は、Yet Another Compiler Compiler の略だが、実際は、パーサジェネレータである。ヤックの上位互換のものとして、GNU プロジェクトのバイソンがある。パーサは、入力を引数にとって、解析結果を返す関数とみなすことができる。 プログラミング言語に関数を組み合わせたりする能力があれば演算子によりパーサを組み上げることができる。パーセクなどのパーサコンビネータライブラリが実装、公開され、使われている。曖昧性のない文法の解析のために文脈自由文法の代わりとして使えるものとしてパージングエクスプレッショングラマーの研究が進んでいる。PEG の実用的なパーサとして提案されている。 ものにパクラットパーザーがあり、パクラットパーザーを生成するパーサージェネレーターが実装、公開され、使われている。ありがとうございます。